そのアンバサダー目線、ジェンジーの試合の見どころ、テクスチャーがね、そのやっぱそのいろんな試合見てるけど、やっぱスロースターター気味っぽいね、ちょっと。だから、テクスチャーが調子上がりきる前に、ボコられんように、まあ、まあ、でもカロンいつも強いから、カロンかな、やっぱ。カロンいじげ。アイスボックス、サーセントブリーズ。ジェンジーとしてはフィジーで戦えるのがいいんちゃう。まあ、ワールドシリーズフィジーいくいけど。皆さん、ジェンジーウィンでお願いします、私の配信では。いいよ、3人当たれるの。駆け上がっていく。さあ、これでカロンが B ロング3名配置。ウガソン隠れている。ラキアは隠れてのダメージ。ラキアズドン。バンは抜けていますが、強っ。ここの3人目、さらに正面もテクスチャーに止めました。残ったのはEU。ウィンス非常に速い稼ぎたいところですが、オールドローンで索敵を行っているハンドルとシルス、しかし覗き直しの勝負負けませんでした。もう一丁バックサイト、時間を稼ぎたい。ここは倒されたくないところ、DG にかかってしまいます。味方はより間に合ってますよ。マンチキン、ラキア、よりが間に合った。スポンガはいい耐え、もう ラキアのカバーがもうこれもうバキバキ、もうバキやこれ。まあ、正味アイスボックスってさ、多分コーチが一番難しいと思うよ俺。頑張って打ち合い勝てしか言うことない。まず一つはテクスチャー、相手のその傾向的にちょっとミッド触った方がいいとか、そういうのはあるかもしれんけど、基本的にあと打ち合い勝てみたいな感じだろ。合わせてからのラキアの相手エコーでも行っちゃうんだよね。カロンがついていた。メインからのエントリーに対してのマンチキン、クライオがブレロソブでカバーを取った。やばい、クライオが2キル目バイパスピット、スラッシュに対してまずい、バイパスピット展開。カロンも死んでまう。このバイパスピット前線を上げてくる。カロンの体力残りわずか、飛び込んできた。いい、ね、横に残っているカロン、バイパスピット降りましたが、カロン立ち回り、時間も稼いだ。スポングは抜けるところ、おー、カロン、おい、もうカロン、マジカロンの耐え異次元。ハンドルってもしかして今カロンが世界ナンバーワンコントローラー、ね、今気づいた。読みの元ハンドルとシム時代はカロンいたと思いますから。リングマンが流れてくる。手前の位置、いいモッシュ、モッシュピット裏グレート逃げれません。アスナ一人返したが、移動のタイミング、テクスチャーがオペレーター、うわー抜くよね。ちなみにテクスチャーが最初から勢いあるときはここもジェンジス、これもですね、今テクスチャー結構スロースターターやねんけど、いやでもこの試合負けたくないな。この試合負けただってペーパーレックスやろ相手。ペーパーレックスジェンジちょっと相性は良くないからね。フラッシュ合わせで入ってきた。このクライオの位置を狙うがカバーにバンが入っている。しかし遅れての DG、 いやカバーが間に合ったものの、サイドウェイにはイエロー上にはまだ、いやいや、カバーの取り合いやったらもうジェンジも強い。ミッドに回って、うわぁ、アスナ気づいとる。サイト中にいたアスナが B ロングに回り背後を取る。そうですね、回ってきてますね。いや、こういう動きうまいよな。ここまでフライトはという感じですよね。はい、理由が釣りますね。ただ設置は通りました。しかしこの立ち回り背後を取ったリングマンを流す、かわして前に出たところのアスナです。こういうアクションめっちゃ強めにしてすぐ裏回る動きうまいよな。好きやなば回ってくるな。今のも、あ、走るうち EU 走りながら対処した。バンも対応してる。サイト側ですね、離婚で移ったところ。ただカロンがシェルフでのワンピック、そのカバーにはアスナがつきました。強いな、一人シェルフで倒すものの調子上がってきた。まあ言うてエコ位置も見つかりました。大事なのはここやな。ここ落としたらまずいよ。ここまで3ラウンド連取です。さあ開幕人数を削られてしまったハンドレッドシールス、どう守るか。ユーコマンドに対して特殊スクリーン上げたもののくらいを勝負のタイミングを伺っています。ヌルコマンドのタイミング合わせ6段切ってきたが、あ、モッシュピット6段破壊できませんでした。ブースティオのワンピックによってテクスチャーが4人捕まる。前に出るブースティオ、3キル4キル、ロックダウンで捕まえてエースとはなりませんでした。あと勝利でしたね。さあラスト1人、EU が仕留め切ります。ジェンジ何してんの、ここでヘイブースティオが多分なんか壊せる読みやったっぽい ね、誰かのスキルが入ってんかった。ちょっとしたミニムにもてかすごいな、ピストル取ってセカウント取ったのに、そっから7ラウン練習。応募開始、手前外したレガ、石を入れた。そして即座にスラッシュを切った。うまいけどカバー入ったな。ブースティオのカバー、ブースティオ何よカバーが、合流するか。メテオが抜けとんのこれ。メテオが駆け上がってきた。メテオカロンダブルラーク、逃げろなきゃ。移ったところ、いやこれ倒されないのでかいぞ。カロンカバーや、バラを追いかける。しかもこれ奥にはカロンカバー入ってる、ね、あ逃げた逃げた、えらいえらい逃げれるの、追いかけっこ。さあ B レーン、はい、ゴッド設置。キッチン側のバイパースピード展開、いまだかつてこのプラントを破った者はいないと言われているこのゴッドプラン。バイパーのカロン自体はかなり奥まで下がることができている。まずホール側に対してのモシピットを切ってラキアの位置を孤立させたんですが、
素晴らしい身のこなしですが、EU 捉えました。ここから解除に進むのは多分このプラント突破できるのはマジで山田勝美ぐらい。ってるところを起動しました。それ以外は無理や。前に出てきたところテクスチャーのファーストブラッド、ただプライド前に出た、ナイスカバー、いいよ。そこはラッキーアのカバーによって落とされ、さあブーストよ。もうこれには慌てて4対3の人数状況、人数有利はこれ壊しに来るぞ。前出た、前出た、いや壊せません。ラッキーアが抑える。あとラッキーアがスラッシャー、ここから A 側の進行、スラッシュをかわし、バンがサイトウェイに入った、捕まえた。しかしブーストよかった、そしてサイトウェイにカノンが決めきった。素晴らしい、ウィン。一瞬ちょっと危なかったけどね、流れ持ってかしなったけど、さあ1マップ目危なかったけど、なんとか取り切ったジェンジー。2マップ目アセンツ、メインのダカバも超えてサイト中に対してのフラッシュドライブ、リコンボールとフラグメントのセットアップ、リコンの開始があり、さあサイト中での粘る形を作っていたんですが、この相手のダカバを利用しての射線組でした。ただバンが1人返した、サイト中時間を稼げるか、ヘッドショット与えたんですが、いいここすごいすごい、もうカバーのプレイヤーすごい、ラッキーの取り返し早めに狙うもの、ラッキーやな、エイムもバキバキ、もうバキやこれ、体力ローヘルス3人。しかし 1v4 この人数を崩せるか、重なったところメインからのレディオのカバー、ジェンジイケイケやべ。ヘブン下のマフナティック戦を経てもっとなんかバキバキになった気がする。バキバキになった気がする。4段マジ？おい何これ、クイズ番組みたいになってる。おいクイズ番組やこれね、これひな壇みたいになってるって。やめましたね。やめましたね。そんな下から舐めるようにね、カメラね、贅沢ですね。これいつ崩すんだろうな、これ。サイト中へのセットアップ、ここで A 側の4段崩れました。ブースをこう徹底してサイト中の警戒も行っていたため、ゆっくりとしたエリア取りになったジェンジーに対して中3人か、クラシックのハンドレッドシーンカロン次第、手前ゆっくりとした取り返しにさせてからのカロンのラークになりますが、ダブルキル、カロンはしない、レバー側も処理していきました。スポンガに対してのリコンボールとパラノイアの合わせによってクライオのラインも下がりました。メインはメテオが処理をして、ただクラシックラガも一人持っていきました。結果的に2名決定、今のワンハルトシーブスの作戦素敵やん。いなかったんですよ、フラッシュドライブ。あ、スティンガーカメラ入る。スティンガーと対して圧をかけて最終的にスティンガーとショーティーと、あと何やったっけ、何個か構えも一緒だ、出ますね。あ、これでもどうでしょう、ジェンジがフェイントですね、こっちがフェイクですね、これで映画に寄せますね。B バサミが本命になる。いやでも EU 読んでる。ただ再び手前にバンが入っている。今度はタッキルだ。てかマジで未だに思うけど、こうアセントってさ、いいでずーっとこすられてるのに、アッコーのポジション一生刺さるよな。なんでだろうな。メインのミッドは止められてしまった。見えづらい。前には EU が入っている。A ショートバサミのフェイントと思わせてからの B バサミ。この展開。B の守りは若干引いた防衛ラインになりました。あと手前に0ポイントかかってしまいましたが、ガーデンにパラノイアを入れて一気に抜けていく。ヘブンバサミを狙う。ただ高速を狙った。遅れて EU が入ってきた。スパイクが。ただヘブンからのテクスチャー、サイト中仕留めようと狙うものの、アスナが止めた。攻めオーディンは無理。ショートからメテオ 1v3二人で置いていた。アスナ今の上手いな。でもそして A ショート、ワールドシーブスも対応が早いな。流れ的に多くはジェンジーかなと思ったら、しっかりね、しかし見とどまって繰り返してるしな。ショックボルトなど、さあ A 面の勝負、フラッシュ当ててパラノイもかぶせていった。おダブルキル、なんだこれ、ツーヘッドショット、ジェンジー人数有利。テクスチャーはパラノイア、アビリティをかわずレッジ。3キル目横だった、4キル目パラに取り返したが、ただ2もまっついか、合流しますね。メテオを寄せてからの2人での勝負。たれヘブン2が分かった、バンはどう動く。いや頼む、リコンボルト先に降りた、かわせいメテオ。さあこのラウンドも A 面早い取り返し、さあラッシュかと思わせといて、ここ崩す。今のオペアウトロー一発耐えました。アウトローか、カノンサイトなんか耐えられるか、耐えろカノン、かわすカロン、グラインド、カブロン、今度はハンドレッドシールス抜けてるより抜けた、一人は持っていくもののバンのカバー、まずいよ、なんだこれ。今度はハンドレッドシールスが取りそうです。ラキアショートから出るか、いやースウィフティー全部返されてる。2人
再び A メインドリーパラノイア早めに切った。ただ今回はキルジョイ A 配置一生こするやな。これ手前分断されるぞ。パラノイアのヒットナノスワームを起動しています。サイト中メテオのタレットのファーストブラッド、メテオナノスワームメテウス作戦メテウ前線と後続で分断されてしまい、ハンドレットシールズメテオが A メイン入ったら止まるよね。止まりました。さすがにジェンジーとしてもキルジョイ寄せた配置に変えましたよね。ナノスワームショックボルトをかわした。いい逃げ。シュラウドステップで位置を変えました。さらにメインに対してのダーカバー、ただ超えてブーステのワンピック、カロンのカバー抜いた。カロンおいおい、何これ、スリフティーガスやこれ。何これスリフティーですか。またまたスリフティー、なんじゃこれ。えスリフティーかスリフティーかスリフティー。さすがこれでシグスは B ロテと A 側に意識が向いている中でのこの B 側の進行ですね。ですが手前のタレットナノスワームによって少しの時間は稼げる。これでメトイバー6段できなくなった。メテオナイス、強気な勝負でワンピック取りました。いやもうデカすぎ、あもう十分、ああええメテオ、ああ止めてしまった。あのメテオおったら止まんねえ。あと A 側ラークで回ってくるこのバンの立ち回りも重要だ。そうですね。さあワン後ろ取った、正面カロンダブルキル。止まるとラークの警戒もできる。やりすぎや。サイトに位置を変えたのが聞こえた。しかし打ち勝ったのか。カロンは負けへん。アメリカズのスティンガーであれば、あれでも一緒に飯食ったことあって一緒にバルナンとデュオしたことあったら僕は同じじゃないぞ。ガーデンの木は許しません。メイン側の打ち合いはカロンダブルキル。カロンお前どこまで耐えんのお前。ただメテオがカロンとメテオからの勝負3キル目。これで2本リードはジェンジーです。機嫌いいですね。安田記念勝ったんですが、いやマジでとろまけ。メテオがおる方来たら止まる。メテオとカロンどっちも止めるからもう分散したらウィン。そうですね。 A メインにはカロンが出したこれね、悪い、さっき言うわ。これね、メテオとカロン守護神やろ。これ守護神が2人守ってます。事実から準備万端。 A サイトどうだ。テクスチャーが置いている。ただ2人目のクロコンウェは予想できる。こうなるよ。しかしメテオカロンとバンの位置もマンチキンが対応した。付け方というのが本当に上手すぎたんですよ、ね、そうですね。今のテクスチャーをまず軸にした戦い方というのを、ね、これライオットに引きつけられた。最後マンチキンスポーン周りも許しませんでした。僕もう勝てるってなったらパトランプしますんで、皆さんじゃあ追い返してからプッシュと思わすといてすぐ下がる。カロンは即座に B 側に寄っていきます。これはうまく誘導してますね、うん、これで B 側来るのであれば3名でかなりジェンジー形いいですね、はい、マンチキン焦点一丁。ま早めに B に入っていくハンドレットシーブスですが、このローア側そしてスポーン側映ったところクライをかなり抜かれた。ファーストブラッドメテオキュイン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 。最後はブースティオ位置がバレた。トリプルピーク決め切った。アメリカズ1号ストレートでねじ伏せました。韓国のジェンジー、皆さんジェンジー優勝にカロンがすでに寄っている状況を作り出していたんですよ。なんならここでさあここでワールドシーブスがペーパーレックスから勝って、ペーパーレックスが勝って上がってきたらこれパシフィック決勝戦ワンツー。パシフィックが世界ナンバーワンリージョンと勝ってます。